すみれさん、行ってくんで。ゆっくりしときゃ。バイバイ。おそす。好きな言葉は割引。どうも、なにわのひめろくです。いつもありがとうございます。さて、今日は、実践第10、25弾ぐらいですね。いや、もういよいよこのシリーズも佳境を迎えるということでして、まあいかんせんちょっとプラス額がしょぼいというわけで、今日は彼女投入ということで、彼女は仮面ライダーを売ってもらって、まあいつものお店がね、ボーダーきついんで文武天武の勝負ですが、ジャグラー売ってもらうよりはこのお店ではいいかなと思うんで、今日はちょっと共闘作戦でやっていきたいと思いますんで、見逃せないです。これは初の試みになりますんでね、ぜひ最後までご覧いただければと思います。それと今日はもうスペシャルグッズのいつもの条例の白い粉と重要アイテム、このダブルコラボでやっていきたいと思います。オス。始まるよー。
へんのかい。Party time!
Oh!
賛否両論あると思うんですけど、ズリ。実践終了ということで、お疲れ様でした。設定2でしたね。まあ、朝一、いきなりのっけからビター上乗せなしがあって、まさか、初めての高設定かと。まあ、いつものお店ではね、高設定を見たことがないので、まさかの本気かと。もう一瞬戸惑いましたけれども、やっぱり2ですね。最高設定は2なんですよ。こちらさんはね。ねえ、あと3000、6000、7000回してもいいかもしれないですけども、もうね、やっぱり、ズリですよ。はい。今からどうなるかは本当にね、わからないですけども、人波超えた後のディスクアップはね、あれ以上にぐーんと上がるかっていうのはもう、それよりも、もう堅実な勝ち、こちらの方を選択したという結果でした。で、まあ、一時期ね、彼女の方も、マイナス3万円まで現金が、こちらのお店の交換率で、17.2 ぐらいの仮面ライダーですから、まあね、ほんと厳しいじゃないですか。それでもなんとかね、SD 突入して、まあ、なんとかプラスまでまくったっていうのはね、素晴らしい結果やなと思います。まあ、今日は、共闘ということで、二人で戦いまして、まあ、日当はギリギリ出たのかなと。まあまあ、満足、納得できる、勝負でした。はい。まあこんな感じで、本日のところは実戦を終えたいと思います。まあこれで終わるのもあれですし、まあ最後は、北斗あるあるで締めたいと思います。はっはついに血祭りがやってきたぞ。おい。え、まだ見ようかカメラプシッ、ドリーン。すまなかった。見られた。お会いしましょう。あらした。恥ずかしい。通報されるんちゃうか、お前。